リトルナスケとバターセナのいっちゃんやりまっせイエーイ。はい、ということで皆様大好評のあのお時間、そう、リチャルスケの部屋です。違いますよ、あのお悩み相談室。あ、違うごめん。第2回のゲストの方、こちらへお願いします。はい、どうですか、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうぞおかけください。失礼します。それでは、お名前と所属の勤務先店舗を教えてください。あ、はい、名前が、中山和樹で、キコの茨城店で主任をやっております。ニックネームでも、あ、カズポンでお願いします。あ、もう決めてらっしゃるんですかね。あ、はい、あ、じゃあカズポンで呼びたいと思います。はい、あ、お願いします。お願いします。じゃあ私もあのビッチャーでも、あ、ビッチャーでもビッチャービッチャリチャポンにします。リチャポンで、リチャポン、あ、いいっすね。行きましょうね。このいい感じのコンビで始めたいと思います。そうですね、いいですね。広いっすね。いや、ちょっと正直言っていいですか。はい、今からしたら行きたい。ちょっとカズポンに負けてる感じがするんですけど。いや、めっちゃ僕も言われるんですけど。どう、そうですね、あ、焼かれたりしてるんですか。いや、あの天然ですね。あ、そうなんですね。あ、まあちょっと買ってるかなって内心ちょっと思ってます。いや、ちょっと待って、お悩み相談室に今サロイカンダメ、サロイカンダメ。いや、あの全国コンプレックスで、あの前の店でごっさいじられるんですよね。黒ゴリラとかめっちゃ言われるんですけど、こっち来てあの同種が、あの焼いてるぐらいの同種の人が2人おって、あの2人もかなりリスペクトされるっていう。いや、そりゃそうですよ。私もだってもう羨ましくて羨ましくてですよね。そう、正直もあの一目お会いした時からあれ負けてるなみたいな。いやー、買っちゃったか。そう、ちなみにその同志の方はやっぱ日焼けサロン行かれてるんですか。あ、もうバチバチ行ってる。うわ、待って、一番負けてるわ。全然やっぱ、ね、男性と女性で全然違うんで。あ、そうなんですか。うん、いや、もう私からしたらもうリスペクト、本当にその方たちと一緒でリスペクトですし、いや、もう男性で白いのは本当ありえないです。ありえないです。もうなんか死にそうでしょ。こんな言っちゃダメだけど。でも白でも生きてる人たくさんいますよ。間違いない。え、美白やってるんですか。え、何もしてないです。やっぱ焼けにくいとかあるんですかね。羨ましいですね。そうなんですよ。それはダメです。羨ましいって思ったら、あ、もう私たちは勝ち組です。あ、ありがとうございます。え、ちなみにお悩み相談もしかしてそれですか。いや、それ思い出した。それにしといてよかったら。じゃあ、あの本題に入ろうかなと思います。私も多分この話ずーっとしちゃって多分1時間ぐらい続けちゃう。しますよね。いや、もう本当にもう何やったらこれにしたいところだけど、本題があるみたいなので、ちょっとお悩みを、はい、あ、悩みですか。聞かせてもらっていいですか。いや、ほんまに最近なんですけど、はい、まあ、うち、まあ、要は昇進したんですよね最近。ほうほうほう。あのネクタイの線が1本増えたんです。うわ、1等兵、2等兵、3等兵になったんですけど、あら、なかなかキャパいんですよね。仕事中のもうアップアップなんですよ。初めて主任っていう役職になられたって。そうですね、あの副主任に、はい、なって、はい、で、まあまあ茨城県って、まあ、今1年半ぐらいで、まあ、主任やらせてもらって、うん、先月ぐらいから。すごい仕事量が、うん、断然っていうか、もうバンと増えちゃったって。そうですね、仕事量もまあまあ、あの僕らが、うん、副主任、引っ越したときやってたときは、そのまま、ペアってやって、ポン捨てといたら、あの勝手に主任がチェックして、検品してくれて、入ってやってくれるんですけど、でも、それって言ったら、カズポンが副主任のときに、主任さんに、やっ、ぴゃーってやってたのが、今、自分に返ってきてるっていうことですよね。ですよね。そうですよね。あれ、あの時の僕はやっぱあれっすね、やっぱ責任感とかなかったんで。まあ見た目はこんなんなんですけど、全然中身は子供なんでね。同じ見た目は本当大人なんですけど。いや、でもいいですよね。なんか私はすごいプラスに考えちゃうタイプなんで、おうおう、なんかいきなり昇格したのもまずすごいことですし、逆にそれを初めてで経験できるっていうことは、次から、あれ、こんなもんみたいな。
あ、茨城店ではやってたことがちょっと糧になったなみたいな、なると思うんですよ。あ、はいはいはい、今はしんどいですけど、はいはいはい、だそう思ったら絶対最初の方にしんどい思いした方がいいんじゃないですか。まあそうっすね、家族、はい、それしゃあないですよ、家族はそうしゃあないですよ。それ逆にやってもらったことを、そうそうでももう感謝しつつ、今までの主任さんに感謝しつつ、うん、自分が主任になった立場で、まあ、その最初だから、まあ辛いことも多いですけど、これからの糧と信じてやるしかない、ですよね、はい、いやすごい納得したんですよ。なんかそうっすね、そうよ、自分甘えとったなって今思ったっすね。まあまあまあこんな感じでいいんではないでしょうか。大丈夫ですか？大丈夫です。すいません。明日からも頑張れますか？明日からも頑張れます。応援してます。ありがとうございます。まだプライベートで遊びに来ます。ありがとうございます。はい、声かけさせてもらいます。はい、もうぜひともよろしくお願いいたします。はい、私の挨拶があるんです。お、はい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 。いいですか？やっていただいて。せーの、さようなら、さようなら、ありがとう、ペコリ、バイバーイ。この番組は、気候な大阪、北摂エリアご協力のもとお送りしております。今日は対決してもらいます。お絵かき、お題をこれから合計3つ、最後丸が多かった人が勝ち。猫、猫、あ、うん、映ることも考えた上で大きく書いてくれた後藤さんプラス、これは後藤かなの勝ちやね。申し訳なさそうな坂本龍馬。こんな感じ。何のほどこしようもできない。もう分からへん。今回はリータの助に一票。やったー。そう。確かに申し訳なさが一番高い。確かに確かに。なんかちょっと違うもんな。アンダーツリーのキャラクター、バトラー。これは圧倒的に元カノの勝利。なるー、圧倒的にこいつやろ、K 多いねんぞ。はい、ということで、2対1で後藤さんの勝利。はい、じゃあ、手作さん罰ゲームでーす。この番組のテーマソング撮ってるって言ってください。めっちゃ変なよ、びっくりした。3、2、1。タンタンタタンタンから始まるラブストーリー、一緒やりまっせ、かなちゃんとりちゃのすけの番組よ、やりまっせ、やりまっせ、あなたと私でやりまっせ、関西かしまし女二人のおもろい番組、はい、やりませ、やりませ、やりませ。今からいっぱいやりませ。まだ4話だけど、これからたくさん撮りまくろう。楽しい番組、キラキラ番組。りさことかなのやー。